しも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 フルーツ王国とも呼ばれる福島市。初夏のさくらんぼに始まり、桃、梨、ぶどう、りんごなど四季を通して新鮮な美味しい果物が食べられます。そこで福島市の果物を使ってオリジナルスイーツ作ってみた。今日は福島市の果物を使って梨の割りタストに挑戦。それではクッキングスタート。こんなもんかな。できました。めっちゃ美味しい。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。そのまま食べてもアレンジしても美味しい福島市のフルーツ。この美味しさを私たちと一緒に広めていきましょう。イエーイ。福島市には飯坂温泉、高湯温泉、土温泉といったそれぞれ泉質も特徴も全く異なる3つの温泉地があります。日帰り温泉を実施している旅館や足湯も多く設置されているので気軽に温泉を楽しむことができます。そこで飯坂温泉で3つの足湯を満喫しながら温度当て勝負してみた。飯坂温泉はお湯が熱いことで知られている温泉です。今日は飯坂温泉好きな私たちがお湯の熱さ以上の戦いを繰り広げたいと思います。第1ラウンドはこちら、旧堀切亭です。それでは早速行ってきます。ルールは簡単、足湯の温度をより正確に当てた方が勝ちです。それでは早速第1ラウンドスタート。38度、42度。そんな高くないですよ。そんな高くないです。イエーイ。次は負けません。第2ラウンドはこちら。あー、幸せの湯です。次こそは絶対当ててみせます。第2ラウンド開始。暑い、暑いよね。暑いですね。43度。44度。これ私が勝ってる。どっち？どっち？引き分けか。次は絶対勝つか。まあでも一勝してるんで。あ、幸せの湯は引き分けでした。次に行きます。最終ラウンドは箱根です。最終決戦行きます。難しいです。相当できません。さっきまでの暑すぎたから。え、これ天何まで書いていいやつにします。天何まで言って。最終ラウンドの私たちの予想はこちらです。 40.5 度。 42.7 度。そんなに高くない。そんなにぬるくないです。いや、はい、ぴったり。負けた。すごい。ことで、1勝1敗1引き分けで同点です。え、でもちょっと待ってください。私ぴったりだったんで今回は私の勝ちで。そうっすね。しょうがないです。ありがとうございます。温泉をはじめ魅力ある福島市を一緒に PR しませんか。美味しい食材やグルメなど福島市は食にも恵まれています。中でも円盤餃子は福島市の名物として全国的にも知られています。福島市民に愛されているご当地グルメです。そこで市役所職員おすすめの円盤餃子を食レポしてみた。円盤餃子。福島市のご当地グルメといったらこれ。じゃじゃーん。円盤餃子通の私たちがその美味しさを皆さんにお伝えしたいと思います。
はお店自慢のタレをたっぷりつけて食べるのが大好きです。私は1個目は何もつけないで食べるのがこだわりです。せーの、いただきます。ガッと。中の具もたっぷり詰まっててとっても美味しいです。噛めば噛むほど肉汁が溢れ出てきます。美味しいです。白いご飯が欲しくなっちゃうね、うん、あとビールね。飲めない。ごめん。あっという間に食べてしまいました。食べちゃいました。じゃーん、ごちそうさまでした。福島市には美味しいグルメがたくさんあります。グルメなあなたも、そうじゃないあなたも、福島市で働いてみませんか。福島市には桃源郷と称される花の名所花見山や美しい景色が点在する観光道路バンダイアズマスカイラインなど街を彩る景色がたくさんあります。フォトジェニックスポットもたくさんあるので、みんなが羨むような素敵な写真を撮影することができます。そこで一押しのフォトジェニックスポットで映え写真撮ってみた。どうも。某 CM の撮影地にもなった浄土平、ここは映え写真が撮れる宝庫といっても過言ではありません。そんな浄土平ではまるで海外のような写真が撮れるということで SNS とかテレビでもかなり有名なんです。では本日は映え写真を撮りに早速加工まで上がっていきたいと思います。いきます。いきます。到着。ではこの噴火口を前に1枚撮っていきたいと思います。他にもおすすめのスポットがたくさんあるんです。では行ってみましょう。さらに感動できるスポットまであと少しです。到着。ここが私たちが一番おすすめしたいフォトジェニックスポットです。それでは一押しの絶景まで3、2、1。こんな素敵なスポットがある福島市で充実の職員ライフを送ってみませんか。待ってます。福島市は東日本大震災、コロナを乗り越え、市民はもちろん他地域の人も住みたいと思う街を作り、世界にエールを送る街を目指します。柔軟な発想を持ってチャレンジ精神旺盛な人材を望んでいます。福島市の希望の未来を共に作っていきましょう。魅惑満載福島市を共に作ろう。待ってます。